皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのビート、実は最近クラッチの調子が良くなくって、それで、クラッチの交換をしましたので、そのクラッチの交換費用と、それとまあ交換後のフィール、そういったものを報告させていただきたいと思います。まず最初にどんな症状だったかというと、エンジンが全く温まってない時ですね、クラッチが温まってない時は、家から出て最初の見通しのいい T 字路なんで、一旦停止もないようなところなんで、そこまでに3速に上げて、そこから2速に落とそうとすると、これがなかなか硬くって入らない。力ずくでですね、ガリッといけば入るんでしょうけど、それはしたくないんで、でこう入らない入らないということで、クラッチを離したりアクセルを煽って少し回転を回したりしようとするんですけども、なかなか入らない。で、走行するうちに、ほとんど車停車してしまいますので、今度1速に入れようとしてもですね、これまた硬いんですよ。で、多分それも無理やりガリッといったら入るんでしょうけど、そこまでしたくないんで、で結局は停止して安全確認できるんでいいんですけど、で1速に入らないんで、4速とか5速とか入るところを探して入れてから、初めてそのシンクロを使って1速に入れて、でやっと再スタートと。これは温まるとですね、そこまでの症状は出ないんですけども、最悪はそんな症状が出てました。あと、この車の最大にいいところは、30年経っても8500回転までですね、レッドゾーンまでエンジンがビンビン回るのと、シフトがスコスコ入ると、この2点が非常に気持ちいいんですけども、峠なんかに行った時にやっぱり若干ですね、一番こう使う3速これが入りにくいんですよ。シフトアップもそうなんですけども、シフトダウンの時も3速がちょっと入りにくいなと。朝の入りにくいほどのことはないです。ただちょっとガリッという感じが、手応えがありますし、音がするほどでもないんですけども、若干してるかな、そういうような感じなので、もうこの際だからクラッチの方を交換しようということで、いつもメンテナンスを行っていただいている工場に相談をしました。で、ただですね、これまだ5万キロ台の車なんで、そんなにクラッチ自体はすり減ってることはまずないと思うんですけども、その時にお聞きしたのは、結構ベアリングですね、そっちの方がやられることが多いらしいんです。で、それの交換だけだと工賃的にはそんなにかからないと思うんですけども、この先、これ今まで30年乗ってきたんですけども、この先ずっと乗り続けるのに、その部品がいつまであるのかなっていうのがちょっと心配でもあったんで、もうこの際だからもう全部交換しておこうと。で、その方が安心して、長く乗れるだろうということで、もう必要がないかもしれませんが、部品まで全部交換しました。その費用はこちらです。明細を見てみますと、クラッチのオーバーホールの技術料、工賃ですね、これが3万600円、ただし特別値引きということで7255円引いてもらってます。で、あとがもう全て部品代で、これ純正品なので、どこで買っても同じ値段かなと思うんですが、まずクラッチディスクが9350円、それにクラッチのカバーが16500円、レリーズベアリングが4050円、パイロットベアリングブッシュです、これが500円で、それにミッションオイルの800円、部品代合計が31200円となってます。先ほどの工賃とそれに消費税全てを合わせて6万円ということで整備の方をしていただきました。今ご覧いただいた部品代は多分どこでやってもほとんど変わらないのだろうなと思います。で、工賃の方はやっぱり工場によってだいぶ違うのかなと。私の場合はずっと見てもらってるところなんで、多分6万円という丸い数字にしていただいて、そのための特別割引っていう
数字にしていただいたのかなと思っています。で今日実は初めて交換して乗ってきました。やっぱりあのその入りがですねガリッという感じは当然なくなってますし、いい感じになってます。でただ交換したばっかりなんであんまりガンガン回してこうガンガンやるのもあまり良くないだろうということで、少しこう丁寧ないつもよりは丁寧なシフトをしながらここまで走ってきました。この後皆さんにですね少しこうシフトアップとかシフトダウンの様子をですね動画の方に収めようと思いますので、そちらをご覧いただければと思います。